朝とかコーヒー飲まないんですか？どうやって目覚ましてます？気合い。飯食わない。マジですか？水だけ。俺もっす。あ、マジで？お前だけなんで朝飯食いたい派。朝飯食うのがっつり。がっつり食う。てか旅行の時毎日食ってんじゃないですか？まあ、あれはほら特別感ね。え、そうだったんですか？結構無理して食ってるよ、毎朝。え？おじゃ俺だけあれ喜んでんの？そうだよ、前に合わせてるんだよ。え、それ知らなかったマジで。キャバ嬢だね。え、本当に来ないですか？キャバ嬢合わせますよね。え、だってお前となんか泊まった時じゃ毎回俺朝飯食おうよって言うじゃん。あれお前付き合ったの？普通だったでしょ。ごめん悩んだもん、一時言おうが言わないか。お前トイレすげえないし、あいつ本当に朝飯食いたいんだなって。ここで言うとシャレになるんで。あいつがまだハミちゃんじゃないかって。ハミ伸びてる。隠してんだよ。会議しましたもんね。会議した。緊急ミーティング。こっそり。家に行ってないか。もうあるし。うん、なんだ九州なの。朝飯食いたいって言ってんだけどって。長崎の朝は。でも本当食わないですね。うん、それなんかだなんかあっとかなんないですか。じゃあもう。うん、朝って何も言わないっすね。最悪パンダの食う。そうなんだ。米食える人尊敬するもん朝。え、起きてどれすぐ食べるの？俺起きてまずまず俺起きてそこで歯磨きするの。何この話。企画会議やろうか。じゃあよいしょ。まあ、今年のテーマは逆にじゃないですか。まあ、去年に引き続きスポーツ観戦。うわー、そこ来ると思ったけど、ちょっと思ったんすか。俺が一番苦手なやつだ。嫌いなやつ。じゃあ、まずジャブとしてバーとかでスポーツ観戦。あー、めっちゃ盛り上がるじゃないですか。盛り上がる。お前まだいけるじゃん、ちょっとわかるから。内容をね、そのやつの内容を知らないものを見るってことは辛いですよね。じゃあサッカー以外にしよう。サッカー以外にしよう。でもうめっちゃ盛り上がる。めっちゃ知らないのに、ふーってケツ、腰振ったり。腰は振らないです。それ外国の、外国のやつ。偏見ですか。え、今年ってなんかワールドカップとかないの？去年からワールドカップ。ワールドカップで俺毎年やってるイメージなんだよね。女子ワールドカップまたあるのやっぱり。女子のワールドカップ4年ぶりっす。やってんの？もうテーマル。泣こうよ。泣こうよって言ったらあと笑ってるからね。思い入れとかないじゃん。全くない。てかみんなそうじゃね。ワールドカップ見てるやつ大体思い入れねえだろみんな。大体ワールドカップ見てるやつも試合だけだから。もう俺そういうイメージ。お前俺もそう思う。ああ俺もそう思う。純粋にサッカーが好きで好きで見てるやつ 5% ぐらいですね、うん、いや 5% も似合うと思う。 0.01 ぐらいだよ。あと全部横島でしょ。あとはじゃあそのスポーツ観戦企画が1位。スポーツ企画。スポーツ企画。フリーマーケット。あ、フリーマーケットいいかも。やっちゃいます。やっちゃう。しょうもないもの結構高い値段でやったりとか、それ売れたりするかもしれない。売る気はないですか。売る気はない。そうに出すっていうか悪風だけど。桑田君の舐めたキャンディーとか。出店停止だよ。これ売ってもいいわけじゃん。大悟の釣ったタバコ100円でゴミだよ。あ、リムジン。いや、それだって大学生じゃないです。女子。女子会の最上級。第3弾。よくフェイスブックに上がってるやつだよ。俺は男だけでやったら OK だから。イエイ。浴衣着てリムジン。ああ、いいかもしれないそれ。あ、それいいかもしれない。スモートリーみたいな。クワタフローする企画やろ。それ結構前からやってるんですけど、もうやっぱね、太んないんだよ。太んなすぎて寒いんだよ、冬とか。本当にそれ問題だね。冬とか行くじゃん、みんな別に寒くないよって言ってるじゃん。俺だけ超寒くて、売れちゃうんだよ。体脂肪が少ない。ああ、体脂肪が少ない。 6.5 とか。クワタモノ。クワタモノ大体全部中途途中で終わってるんだよね。英国の国から。まぶたバンド。終わってるんすかね。企画もんだなお前。クワタモノちゃんとやりたいんだよさ。クワタモノシリーズ。俺でもまぶたバンドに関しては歌詞もちゃんと書いてあるんだよね。あとじゃあ歌うだけだ。あと歌うだけなの本当に。
ヌードモデル。え、なんかそういうなんか募集してんじゃん、たまに。あ、書かれてる方の絵を俯瞰で見んなもん。俺がモデルなんすか。やだよ、絶対に。だってお前が一番モデルっぽい。あ、確かに。いや、この人の方が体型いいから。桑田の体型面白いから。ヌードが一番映えるもん。なんかあったかな、なんかね、メモったのがあるんですよ、ね、昔の桑田もの。桑田ものじゃなくて。桑田もの。逆に来たから。逆に言ったら大体面白いから、東京、あえて東京に泊まる企画はちょっとやりたい。あ、それは面白い。うん、桑田免許を取る。あ、そう、確かに。それはね、ちょっとね、あ、それなら俺一番やりたいのそれかもしれない、個人的には。金出ねえけど。金出ねえけど。自分で